こんにちは、こんばんは、おはよう、いいです。これね、撮っててね、電池が途中で切れてしまいまして、うまく、録画できませんでした。すいません。これからですね、語る内容は、ちょっとね、デートプランの見直しと言いますか、そちらをね、ちょっとパターン変えていこうかなと、シフトを変えようかなっていうことで、今ですね、相談しまして、彼女の方と相談して、ちょっとね、時間帯変えようかなと。最近お出かけがおろそかになってまして、彼女の要望をですね、組むと、どうしてもちょっと、大人の休憩所とか行ってしまいがちなのですけれども、今ですね、梅の時期だとか、これから桜の時期ってなってくるので、ランチのね、ランチの方はいつも通り行きます。で、外の方ですね。外の方も、今度ちゃんと行きますので、皆さんね、期待してください。で、じゃあ、大人の方はどうなるのって言ったら、ちょっとその後で、ちょっとプランをですね、変更になりまして、彼女の方から提案があったので、それを採用しまして、今後は、ちょっとこのデート動画を紹介していこうかなというふうにですね、思っております。で、どうやっていくのかは、また、見ていただいたときにのお楽しみということで、やっていきますんで。でね、夕飯はちょっとね、その辺の絡みがあるので、多分テイクアウトで、やっていくかなというところになります。で、どちらかというと今、マンボウのおかげでですね、本当に、飲食店でコロナがうつるみたいな、なんかこういうね、世の中の風潮がありますけども、全くそれって医学的データとか根拠も何もない状況で、各都道府県とかが、アピールですよね。コロナ対策でやってますよと。我々の県はなんかやってますよと。でも飲食店ばっかりとか、あとはね、映画館とかどうなってるのかわかりませんけども、そういったサービス業を中心に何かこの制限をかけるとか、助成金とかね、お金は出てるんでしょうけれども、働く方とかの、ね、ことを考えたら、そんなにマンボウって必要なのと。で、もうワクチンの、ね、接種が始まってますので、で、これでワクチンの接種が、ね、高齢者も若い方も行き届いたのであれば、今まで通りの感染症対策をやることによって、そこまでマンボウっていらねえんじゃねっていうふうに、なりそうな気もするんですよね。自分、これはあくまでも俺の見解ですけども。皆さんもですね、その辺を気にされて、いろいろとですね、デートを行かなかったりとか、会うのを自粛したりとかっていう方もいらっしゃると思うんですけども、もうそろそろ多分それが、ね、収束してくるのかなと。で、マンボウをやったからって、感染者ってじゃあ減ってますかって話なんですよ。いや、減ってないでしょと。もう、なんかアピールっていうか、政治的な要素を含んでしまってるので、どうもなんかね、信用できないですよね。いろいろと。やっぱり自分たちで心がけながら、ある程度自己責任で動いていくと。そして経済を回していくということもやらなければ、世の中終わってしまいますんで、本当にね。こんなの、じゃあ、あと何年もやるの？って話じゃないですか。こんなの必要ないですよね。ほぼね。だから、早くですね。世の中が普通に生きられるようにね、なってくるといいなというふうな願いも込めてですね、ちょっとデートプランもですね、考えながら今、やっていこうとしている次第でございます。どうなっていくのか、ちょっと楽しみに見ていただけたらいいかなというふうにね、思ってますね。もうすぐね、春ということで、ただ雪の方がですね、まだ北国とか、群馬のね、北部の方とかは、まだね、降られてるというところもあったりするんで、これから雪崩が気温が上がってきますんで、雪崩の恐れもありますから、ね、ぜひウィンタースポーツとか山登りやってる方は、その辺注意して遊びに行っていただけたらなというところと、まだまだ北の方は、スタッドレスタイヤとかですね、入ってない方はあんまり行かないようにしていただけたらなというところで。で、自分の方も埼玉県で今スタッドレスタイヤ必要ねえよみたいな感じになっちゃってますんで、今履いてますんでね、自分の車も。
ね、これちょっと履き替えどうすっかなというところで、今ちょっとタイミングをですね、測っているという状況でございます。で、あと、そうだね。で、昼間のね、まだね、ランチで訪れてない店とかね、いっぱいあるんですよ。で、それをね、皆さんにちょっと紹介ね、できたらいいかなっていうところで、ちょこちょこ今、小出しに、ね、行ったところを紹介はさせていただいてますんで、まあ、どっかで土日どっかで、なんかね、我々と遭遇する可能性もあるかもよっていうところで、まあ、一度行った店はあんまり行かないので、それが少ないかなと。で、そこはね、皆さん、ぜひですね、その、埼玉県とか、まあ、在住の方はね、いつでも行けると思うんですけど、他県の方とかも、埼玉、ね、どっか遊びに来たよと。で、ついでにっていう、ね、ついでになんか、あ、そういえばあいつ、なんかランチとか、ね、ディナーの店、ね、飲食店紹介してたな、と。で、ここ寄ってみよう、みたいなことで、まあ、聖地巡礼をしていただけると、ありがたいかなと。全然聖地じゃないけどね。で、これからですね、その、まあなんか、景色とかですね、いいところがあったら、紹介していきますんで、なんかね、こう、皆さんのスパイス的な要素に使っていただけたら、いいんじゃないかなと。いうふうにね、思っておりますんで、ぜひですね、ぜひぜひ、ちょっとこの、我々のデートプランの一部を使っていただけたらいいかなというふうに思いますね。早く東京都内とかもね、行けるようになったらいいなと。今、行かないようにはしてますんで、自粛ですね。まあ、県内だけで今、動いて、まあ、経済活動ですね、その辺、お金を落とすということをやってます。あの、大量に落とせばいいってもんじゃないんですよ。こまめにお金を落として、ね、世の中のこの経済活動の、まあ、少しでも担っていけたらなという。だってこれが、なんかいちいちでかい金落としたら、こっちが破産しちゃうんで、それはだから皆さんでコツコツと落としていくと。いうことをやっていただければ、その小さなお金が100人、200人、300人と広がっていくと、経済活動につながりますんで、まあ出ないとかね、引きこもりとか、この家、巣ごもり需要とかって言われますけども、そういうのも大事は大事かもしれませんが、ね、太陽の光を浴びて、なんぼですよ、我々動物ですから。ね、動物っていうのは日の光の下で、ね、楽しく過ごす。そして夜は眠るとかですね。まあ夜働いてる方は、頑張ってくださいしか言えませんけども、ね、昼間働いてる方はそうやって、で、休みの日は、何かしら外をね、出ると、ね、3密にならないようにね、やっていただけたらいいんじゃないかな、というふうに思います。まあ、それではですね、ちょっと長々と話して申し訳ありませんが、デートプラン変えてきますよ、っていうことですね。それでは、皆さん、ごきげんよう。じゃあね。